まずは自己紹介お願いします。 RS ゲンの宮沢ひろです。また勝てて嬉しかったです。そうですね、今日は宮沢くんの日だったかなという一日でした。見ててもこっちもね、安心感があるようなレースでしたけれども、本人もなんかどっかドキドキするようなことがありましたか？スタートする前でしたね。あとはじゃあ全然余裕な感じ。あー、頼もしいコメントですね。ちょっと待ってよ、ヒューゴ笑え、ヒューゴ、はい、ヒューゴ笑え。じゃあヒューゴ笑顔にこかわいい。はい、どうぞ。コマは、まあ、シリーズ戦になるわけだから、次のレースはやっぱり優勝狙ってるのかな。狙ってます。狙ってる、逆よ、お前狙ってんの。よし、じゃあ答えは見えてるけど、今年1年間の目標を教えてください。ずっと1位を取る。ずっと1位を取る、頼もしいコメントですね。恒例のお父さんに一言。また今年ずっとよろしく。なるほど。何それ、手堅いコメント。タイトルがね、チーム KBF。 今日のレースを振り返って自分はどう思いましたか？折れたから嬉しい。嬉しい。なるほど。優勝本当はしたかったかな。そうだね。チームのみんなとかに何かあるコメント。応援してくれてありがとう。ありがとう。なるほど。そうか、次のレースに向けて目標教えてください。1位になれるように練習いっぱいして、早くなりたい。ホームコースと新東京サーキットで優勝、シリーズポイントで優勝すること。なるほど、そうだね。次のレースも期待してます。ありがとうございました。ゴマ60のレイブの岩佐翔太です。よし、グッジョブ、グッジョブ。今日のレース振り返って自分で思ったこと、感想とかあったら教えてください。1位になれなくて悔しかった。悔しかった、そうだよね。それで、これからは1位になった。なるほど。じゃあ当然次のレース目指すところは1位ね。なるほど。1年終わった時トップ勝てることを期待してます。はい、ありがとうございました。